魔界少女剣は巴を呼び出し義経と戦わせる。その最中鎌倉の巨人朝比奈義秀が現れる。さらには猛牛馬も現れ三つどもえの激闘となるが、義秀は巴を再び救い去っていった。平は夕顔を狙うが、そこに加藤団蔵が現れその危機を防ぐ。平も風魔小太郎を召喚し奪魂の儀式となる。その戦いに小太郎は勝利するが、団蔵の魂を抜かずに去っていく。魂を抜き支配下に置いたはずの小太郎の様子に平は疑心を抱く。そのまま夕顔と平は奪魂の儀式を続ける。その戦いはかつての恋人同士である鶴姫と越智康成の戦いとなる。鶴姫のピンチに前田慶次が参戦。さらに浅木が鶴姫に力を与え、鶴姫が康成に勝利する。しかし鶴姫は康成の魂を奪う代わりに自分の魂を与えたのであった。浅木に憑依した生命がその姿を現し、魔界少女剣平に一騎打ちを求める。生命が勝てば鶴姫を生命に返し、平が勝てば鶴姫を永遠に封印する条件をつけて二人は戦う。圧倒的な生命の力の前に平は敗れるが、猛牛馬は平を救い、平は己の力を増すために仲間であるジャミの霊力を食らうのである。